雷鳴の時、起立完成。行動開始。メイの姉ちゃん、いいタイミングで聞いてくれたね。すでに上から下まで細かくこのエリアを探索しておいたし、地図も頭の中に入ってるよ。そろそろ次のエリアに行こう。確か通路は空中庭園にあるはずだから、一緒に行こうよ。少し休みますか？あまり時間はかけられませんよ。行動開始。私の番だね。過去にもこの道を歩いた人がいたんだよね。こっちこっち。空中庭園を抜けると次のエリアなんだ。タッケラーパくん、メイの姉ちゃんの言った通りだ。私たちを待ってたのは宝箱じゃなくて怪物。喜ぶがいい。開演の時が来た。どうしよう。必要な方にあげましょう。雷鳴の時、できた。行きましょう。この仕事を終わらせたら、時期を見て動きましょう。行きましょう。出発です。行きましょう。異様な気配はこの近くです。探してみましょう。行きましょう。出発です。行きましょう。出発です。
メイの姉ちゃん、それは難しい質問だよ。私は物探しのプロだけど、人探しとなると。あ、そうだ、思い出した、確かに人が隠れそうな場所があったんだ。ここの住人に聞いたんだけど、変わったエリアがあって、一人で行くと不気味な音が聞こえるらしいんだ。心霊スポットだと思われてて、誰も行かなくなったって。本物の幽霊というより誰かの仕業なんじゃないかな。でも私は命を大事にしたいタイプだから、心霊現象でも他のものでも面倒ごとはごめんだよ。だからその話を聞いてからは、宝箱があったとしても行こうとは思わなかったんだ。けどメイの姉ちゃんが行きたいなら特別に付き合ってあげるよ。メイの姉ちゃん守ってくれるよね。やっぱりメイの姉ちゃんが一番頼れると思ってたよ。これでやっとお宝をゲットできるんだね。ここの木は乱れています。まさか。行きましょう。変わった柱が数本あるだけ。あ、あそこ、メイの姉ちゃん見て、宝箱があるよ。あ、ダメ、鍵がかかってる。謎を解かないと箱を開けられないみたいだ。そのメイの姉ちゃん、ヘヘ。わかってるよ。でも中に手がかりがあるかもしれないし。出発です。行きましょう。開いた。手間暇かけずというのはこういうことだよね。何が入ってるの？これを使う。これがサプライズ。わっ、何？怪物？いや、やけどに注意してね。で、決戦の時が来た。来年のこと。危なかった。うっかりあの世に行くところだったよ。メイの姉ちゃん、本当にありがとう。今後メイの姉ちゃんが店に来たら 2% オフ、いや 3% オフにしてあげるから。ここに紙切れがあるよ。
怪物から落ちたものみたい。特別ステージへようこそ。第1幕、スペシャルゲストとの触れ合い。驚いた？刺激的だったでしょう。驚いたというより死ぬかと思ったよ。最も勇敢な観客を表彰するために特別な宝物をある場所に用意した。その入手方法については第2幕高額魔術をご覧あれ。その他に地図が書いてあるよ。今私たちがいるエリアみたいだけど、少し休みますか。あまり時間はかけられませんよ。この仕事は私にやらなければならないことがあります。開いた開いた。何これ、ランタン？見た目だけだといい値段で売れそうだけど、本当に買う人はいるのかな。行きましょう。出発です。異様な気配はこの近くです。探してみましょう。出発です。この仕事を終わらせたら行きましょう。休んで出発です。参ります。いい、出発です。もしかしたらこれらの材料を使うのかもしれない。ほらできた。これがパルドフェリスの超絶強化版特製版のおかげだよ。強化版の鍵なんだから強化版の塀も解決できるはず。メイの姉ちゃん、あそこの塀で試してみよう。いつだったかな。
出発です。参ります。この仕事を終わらせたら休んでも出発です。出発です。行きましょう。出発です。行きましょう。異様な気配はこの近くです。ほら、宝探しなら私に任せてって言ったよね。出発です。参ります。行きましょう。出発です。ここの気は乱れています。まさか。雷鳴の時、起立。完成。時期を見て動きましょう。異様な気配はこの近くです。探してみましょう。行きましょう。行きましょう。出発です。行きましょう。ここの気は乱れています。まさか。出発です。行きましょう。常識を覆して、人類の考えを超えて。感情の光、雷電の光、早く。やけどに注意ってね。とりあえずカバンに入れておこう。やっぱり地面に足がついてる方が安心だ。無敵は孤独だな。おい、そこにいる娘さん、ちょっと来てくれないか。何の変哲もないただの射撃の名人だよ。そうだね、凄腕ガンナーと呼んでくれて構わないよ。あ、待って、行かないで。この100発100中1036を体験してみない？何を言ってるかわからないけどな。これは俺が射撃の練習をするときに使うシミュレーションシステムだ。座標は正確で視野も広い。だけど難易度が高いから挑戦者は滅多にいないんだ。この前までは君と同じぐらいの年の子がよく挑戦しに来て、俺の記録を何回も更新してたんだけど。もうしばらく顔も見てないな。天才が怠惰に負けるとは、実に残念だ。
どうだ、やってみるか。安心しろ、時間を無駄にさせないさ。シュミレーションシステムをクリアしたら相応の報酬を君に渡すよ。背中にある剣は少しも重くない。温かいよ。いつだった。行こう。マントが長くなったからちょっと慣れないや。行動を開始しよう。休んでもいい。ハハハハ、大丈夫だ。システムに慣れてないのは当然なんだから。この成績は結構いい方だったぞ。さあ、これは君への報酬だ。美しい記憶は全部ここに、私の心の中にある。行動を開始しよう。過去にもこの道を歩いた人がいたんだよね。伝染雷鳴の時できた。時期を見て動きましょう。異様な気配はこの近くです。探してみましょう。大魔術師専門家、彼女たちは君の探索に少しは役に立ったのかな。よろしい。ではそろそろ新しい仲間を紹介しよう。謎めいた学者だ。戸惑う必要はない。私はずっとそばにいて疑問に答えるから。おや、もう気づいたんだね。その通り。人格はカードの力のまとめ役に過ぎない。それぞれのカードには他の英傑たちの刻印も混ざり溶け合っている。それが古今東西、規律を配分し
常識を覆す螺旋の刻印の力だ。このカードに混ざった刻印がどの英傑のものなのか、それに関しては、もしその心に迷いがあるのなら、私は包み隠さず全てを打ち明けるよ。この仕事を終わらせたら休んでもいい？前回寝たのはいつだったかな。行きましょう。参ります。喜ぶがいい。開演の時が来た。やっやっやっ炎上の光。時期を見て動きましょう。ここの気は乱れています。まさか。これがサプライズ。炎上の光。本音を言うとね、メイ、君ならもっと早くカードを使いこなすことができると思ってたよ。彼女のことをよく知ってるね。家庭はさておき、今の君は卒業できると思うよ。だから君にはもう一度試練を受けてもらうことにした。
関係ないでしょ。どうせ人生には賭け事が満ち溢れてる。たまに手持ちを全部かけてみるのも悪くないでしょ。今回は本物だからね。より凶悪で強い敵だ。君は本当に対応できるの？私にやらなければならないことがあります。休んでもいい。行きましょう。敵は見逃しません。行動開始。伝染雷鳴の時、規律時期を見て動きましょう。ここの木は乱れています。まさか。行きましょう。喜ぶがいい。開演の時が来た。五秒創生万物となる。決戦の時が来た。もう大丈夫ですよ。悪くない。素晴らしい出来だった。褒美の代わりにカードをもう一枚君にあげよう。理由は私が説明するなんて少し不適切なのかもしれない。やっぱりビルフィー本人に教えてもらうことにするよ。私を怒らせるような言い方をしてもこれ以上の情報は教えないよ。だって私はただのロボットで人間のような感情を持ってないから。それと常識でビルビーのことを推し量らない方がいい。君も分かってるはずだよ。彼女の常識は人々の予想をはるかに上回るものばかりだから。
かな。いつだったかな。出発です。参ります。伝染雷鳴の時、起立。時期を見て動きましょう。出発です。行きましょう。出発です。行きましょう。雷鳴の時、起立。時期を見て動きましょう。出発です。行きましょう。機械のフルネームを覚えてくれないなんて、発明者に対して失礼だよ、メイ。私のことは、全自動カード助手ロボットと呼んで。ああ、心配いらないよ。これはただのテストだ。段階的なテストだと思っていいから。全力で目の前の敵と戦うといい。不合格の場合、どうなっても知らないよ。伝染雷鳴の時、起立。喜ぶがいい。開演の時が来た。やけどに決戦の時が来た。もう大丈夫。五秒進む。万物となる。はい、審判の時は来た。喜ぶがいい。開演の時が来た。来年の時、早く。
戦の時の常識を覆して、人類の考えを超えて。やけんか準備。伝染雷鳴の時、比率喜ぶがいい。開演の時が来た。決戦の時が来た。もう大丈夫ですよ。炎上の光、喜ぶがいい。開演の時が来た。やけどに決戦の時が来た。もう大丈夫。五秒数し万物となる。雷鳴の時できた。喜ぶがいい。開演の時が来た。熱演粉陣。審判の時は来た。となる。
ますよ。審判の時は来た。雷電のごとく早く。電線雷鳴の時立完成。少し休みますか。あまり時間はかけられません。休んでも。私にやらなければならないことがあります。